ジェルミナ3、ジェルミナ3どうした？リーナエリアにカウスウルトラマンが出現しました。我々は一刻も早くカオスキメラを作り出さなければならないんだ。ブブキさん、武蔵かわせ！武蔵、脅しろ！武蔵！すんの何年ぶりかな。道理で下手くそだと思ったぜ。そういう吹雪さんだってやってないのがバレバレのコントロールですよ。あのな、俺はわざと手を抜いてやってんだよ。待って待て、くらえ、ちゃんと取れよ。まったく素直じゃないんだから。お昼の時間よ、元気な子供たち。お、いいね、ちょうどお腹空いてたとこなんだよね。はいはい、お行儀よくね。はい、こっちが武蔵隊、こっちが武蔵隊。おいおい、ちょっと待てよ、なんで武蔵のだけポテトがついてんのさ。細かいことは気にしない気にしない。そうちょっと差つけてんじゃない。カオスヘッダーの襲来もなく、凶悪な怪獣が出現することもなく、地球では久しぶりに平和で穏やかな日々が続いていた。お、すまんな。ん？あ、だいぶ凝ってますよ。若い隊員たちの面倒ばっかり見てるとだな。あ、そこ聞く。お年じゃないですか？なんか言ったか？みんな本当によく頑張ってくれてる。俺は優秀な隊員に囲まれて世界一幸せな隊長だと思ってるよ。私もみんなもキャップと一緒に働けて幸せです。ありがとう。こちら SRC 科学分析センターの土井垣です。土井垣、カオスキメラの合成の方はどうだ？順調ですが、まだまだ時間はかかりますね。焦るな、日浦、俺たちに任せておけ。お、天才と呼ばれてた頃の目の輝きが戻ってきたようだな。期待してるぞ、ハサミ。頑張ってね、土井垣隊員。はい。カオスキメラはおそらく宇宙で唯一カオスヘッダーを破壊することのできる特殊なコースだ。こいつの合成さえ成功すれば、人類も奴らの侵略に対して最強の武器を持つことになりますね。うん、頑張ろう、土井垣君。はい。大体空手の達人の俺がだね。本気で投げた日にはお前グローブなんか吹っ飛んじゃうよ。まあ、まともにグローブにボールが飛んでくればの話でしょうけどね。何を？じゃあもう一回勝負しようじゃねえか。ちょっと助けて、ピョン。レベルの低い漫才には付き合ってられません。なんだよそれ。
なんだよ。あ、なんかついちゃってる？いや、いえ。このまま時間が止まったらなって。この平和な時のまま。まったくおめでたい奴らだぜ。あの、今の地震の被害状況は？トレジャーベース内に被害は出ていません。外の状況と計測データは。何これ？どうした綾乃？今の地震は日本だけじゃありません。世界中で同時に起きています。何だと？本当なの？本当です。あ、怪獣の活動を示す光の電がものすごい数だ。まさか今の地震で長い間眠り続けてたのが一斉に目覚めたってわけじゃ。それは考えられないわ。オジャチルミナ3、宇宙座標 P87 ポイントでカオスヘッダーの強烈な反応を観測。カオスヘッダーの急速に増えています。想像絶する集まり方をしています。このままカオスヘッダーを続ければ地球にも大変なことが起きる。ジェルミナ3、ジェルミナ3どうした？異常に強いエネルギーの波が地球に向かって送られてきています。さっきの地震はきっとそのせいです。キャップ、カオスヘッダーのエネルギーの波が地球の核に影響を及ぼしているんですよ。核の変動が地磁気を歪め、地中に眠っていた怪獣たちの生体エネルギーをかき乱しているんだ。それで怪獣たちが一斉に。カブレア諸島の池山管理官から緊急連絡です。ヒューガキャップ、島にいる怪獣たちの様子がおかしいんだ。ミドリアス、みんな何か怯えてるみたいに急に騒ぎ出したんだ。こんなことは今までに一度もなかった。さっき地震があったが、これと何かが。キャップ倒したはずなのに。コンディションレベルレッド、カオスウルトラマンの破壊行動を阻止するんだ。了解。チェックグリーン、テックスピナー1、テイクオフ。テックスピナー2、テイクオフ。テックサンダー4、テイクオフ。くそ、こんな大事な時に。ドイダック、こんな大事な時だからこそ我々は一刻も早くカオスキメラを作り出さなければならないんだ。
続けてくれ。はい。吹雪、連続攻撃でカスウルトラマンの進路を阻め。了解。これ以上暴れさせないぜ。発射。今だ、忍ぶ。レーザーワイヤーで動きを止めろ。了解。分析センターがあります。だと？奴は最初からカオスキメラを狙ってる。綾乃、俺たちも行くぞ。はい。私と土井垣君に任せて、君たちは早く避難しなさい。そんなことはできません。二人の身に万が一のことがあったとき、カオスキメラの合成を続けられるのは君たちだけなんだ。しかし僕も羽澄先生と同じ気持ちです。どうか避難を。しのぶ、ふぶき、大丈夫か？キャップ、あやの隊員、すぐに傷の手当てをしなきゃ。バカ野郎お前、こんな怪我ぐらいでな。お願いします。
丈夫だ。一人でカッコつけてんじゃねえよ。ふぶけ、援護するんだ。やめなきゃならなくなるだろうが。
それはカオセッタ最大の侵略だ。パワーアップしたカオスウルトラマンカラミティの出現に、果たしてウルトラマンコスモスは勝てるのか。エネルギーは残り少ない。頑張れ我らのウルトラマンコスモス。ウルトラマンカラミティの出現に、傷つき倒れるコスモス、遠のいていく意識。私にはもう時間がない。限界が近づいているのだ。重ね合う魂、その痛みが、思いが、隊員たちの闘志を燃え上がらせる。次回ウルトラマンコスモスカオス大戦。自らの力を信じ戦え、チームアイズ。